金村金太郎は在日韓国人の元男性プロレスラー。本名、金明。身長、六尺三寸。血液が旅型、三重県津市出身。以前は金村幸宏としてファイトしていた。また、その当時のあだ名は、爆弾男あだ名は、理不尽小僧。恩師である、冬気行道のあだ名、理不尽大王にちなんでいる。また、ファンからは、 金ちゃん、黒田哲弘からは、親父と呼ばれていた。アパッチプロレス軍の興業で、リングアナウンサーの味方不樹から、コールされる際に、伊勢湾の暴れん坊、愛、アムプロレスラーと紹介される。中学校時代に、友人から見せられた、世界オープンタッグ選手権のビデオで、テリーファンクに見せられ、プロレスラーを目指す。ラグビー部に所属していた、高校時代、 全日本プロレスの試合会場で入門を直訴したが、身長がないから、無理と、口正信に不合格を言い渡されている。高校卒業後、上京して、アニマル、浜口ジムへ入門。一年後に、アニマル浜口から、合流場を紹介されて、パイオニア選手の新弟子となる。1990年12月20日、パイオニア選手の愛知。 ハンダ・シュミホール大会での斉藤明都市戦にて、デビューした後、同団体が崩壊する前に退団。その後、合流場とのトラブルを避けるために、青柳政治が主催する、空手道場の精神会館所属扱いとなり、精神会館の自主興業に参加。1991年8月7日、旗揚げされた WING プロモーションに参戦。WING では、 参戦していたミゲル・ペレス・ジュニアらに可愛がられ、メイン戦線に出るようになる。1992年5月5日にはザグラップラーを破り、デビュー1年4ヶ月で PNW ヘビー級王座を獲得した。5月7日の後楽園ホール大会における初防衛戦では、スーパーインベーダーを相手に世界で初めてのテーブルクラッシュを観光した。 12月18日の福島大会では、ペレスジュニアから、WWC 認定カリビアンヘビー級王座を、ダッシュし、1993年2月には、退官したまま、プエルトリコなどへの初の海外遠征を行っている。エースであった、徳田光照、斉藤明斗氏、ミスターポーゴ、松永光弘らが、次々取り脱する中、最後まで団体に止まり命知らずのデスマッチを、 展開し、エースと目されるようになる。1993年10月に行われた、スクランブルファイヤーレスマッチでは、邪道、下道、非道に大やけどを負わされて、長期欠場となった。それだけでなく横島街には、いつも、むごいいじめを受けていたようで、憲法がなかったらぶっ殺すとまでインタビューで語るほど、その恨みは深い。1994年3月13日の大会を、 最後に、WING は、活動を停止。5月23日に、ビクター・ケニオニスが旗揚げした、岩ジャパンにフリーで参戦したものの、わずか4ヶ月で離脱。その直後に、FMW の札幌中島体育センター大会に、乱入。法後、松永がらと、WING 同盟を結成して、大仁田敦志ら正規軍と争う。大仁引退後は、 W.I.N.G. 金村と改名。1997年に大似た率いる禅に加入するも、すぐに離脱し、冬木コードやミスターガンノスケらと TNR を結成した。ガンノの助、邪道、下道、非道とは、ブリーフブラザーズとして、ブリーフ姿でリングに上がり、コントも披露し人気を博す。現在入場時にしているブリブラダンスは、ここから始まった。 2002年2月の FMW 倒産後は、冬木と行動を共にし、ウーウに参加しながら、様々なプロレス団体に参戦。ある1年間で一番試合をしたレスラーになるほどで、ある。2002年7月のゼロワンの第2回火祭り、A ブロック公式戦での大谷慎次郎戦で、金村は開始ゴング前から場外で、先制攻撃を行うも、両者がリングインして、 ゴングが鳴った瞬間に、大谷がバックを取り、フルネルソンからドラゴンスープレックスを決めてピンフォール勝ち。なんと3秒で決着がつくというプロレス史上に残る最短試合記録を作ってしまい、翌日発行の東京スポーツ誌の一面を飾る。直後の右工業の前説で、金村はその記事が掲載された東スポージ3し その日の裏表紙が松坂慶子のヌードの記事だったので同じ日に表紙になり幸せだと冬木に語っていた。2003年3月19日に冬木が亡くなった後5月5日の川崎球場大会にて冬木の代わりとして橋本真也と電流爆破マッチを行った。2004年8月30日黒田哲弘らと共にアパッチプロレス軍を旗揚げ、 2005年には、長州力と対戦し敗れ、長州の軍門肉だった。新日本プロレスにシリーズ参戦し、CTU と過激な構想を繰り広げ、メジャー系プロレスファンの憎悪を浴びていた。それにあたり、金村は、俺らみたいなチンピラ上げている時点で新日本は、終わりや、一部新聞のインタビューコーナーでインディーを批判した、坂口誠治新日本相談役に、 あんたのリングで一番ヒートしているのは CTU とアパッチの戦い。現場を見てから、物言え。などと、新日本への批判を連発した。最終的に CTU の構想は、アパッチプロレスのリングまでも連れ込み、4月14日のアパッチプロレス後楽園ホール大会で、金村、黒田、非道 VS 邪道、下道、重心サンダーライガーのストリートファイト6人、 タッグマッチで激突し、金村組が勝利することで幕を下ろした。ハッスル出場時は、ハッスル03と書かれた赤い半袖のジャージを着て入場し、ハッスルハードコアブラザーズとして、同じ FMW 出身で同世代の田中マ人、サと黒田と共に活躍している。金村が出る試合では必ず金村の入場曲が流れて、その試合のタッグパートナーと、ブリブラダンスをする。 ハードコアを得意としているだけあって、高田モンスター軍には、無類の強さを発揮するも、チーム 3D とは何回か戦うが、未勝利であった。2006年9月24日、冬季の創設した、ウーヘビー級王座をかけてマカベガナギと、ストリートファイトース鉄線、バリケードマットチェーンデスマッチで対戦するも敗北。11月18日に、新壁に再挑戦するも完敗。 2007年4月のハッスルシリーズに、金村にのマスクマンキンターマンが登場、黒田哲宏にの黒ダーマン、ケビン・ランデルマンにのランデルマンと組んで参戦し、モンスター軍に雇ってもらえるよう頼むも、あっさり拒否された。2007年6月24日新壁を破り、うー、ヘビー王座を奪還するも、7月29日に、開催された初防衛戦で、矢野通に敗北し、 ベルトを失っている。それからは怪我もあり、対新日本から一歩引き、大日本では、小畑優作のアシストに回る。2008年1月20日、大日本プロレス、DDT プロレスリング、海援隊土所による、合同工業殿下3分のケーチバブル、フィールド大会開催前にアパッチプロレス軍の、金村金太郎が、BJW 女性スタッフを強制挖掘。 女性スタッフはこれ以上被害者を増やさないように公式発表してほしいと懇願するも、BJW 統括部長と半坂江次は、感情的な口調で被害者を威嚇し、公表したら皆が損するんだよ。君がそんな抗戦的な態度じゃ一緒に仕事できないよと泣き寝入りを強要し、隠蔽工作を図る。隠蔽工作に納得のいかない村上。 ケン・県リング・アナがブログで告発しようとしたが、会社の意に沿わない行動をし、混乱を招いたとの理由で2月16日付で、BJW への無期限で入り禁止処分になる。2008年2月17日、土ンがブログで一方的に収束宣言。それを見た被害女性スタッフが BJW 公式メルマガで暴露、警察へ届け出る意向を表明。 2008年2月18日、被害女性を名乗る者が千葉県京千葉中央警察署に被害届を提出したと村上ブログ、コメント欄で発表。しかし後に発表された和解の報道では、被害届が提出前であったと発表されていてこの内容と矛盾するため、審議は不明である。同日、BJW 横浜本社にて、途半、並びに、 伊藤隆二と黒天使沼沢ャ気が記者会見。金村の無期限出場停止処分を発表。隠蔽工作について第二本側はあくまで話し合い、合意の上の措置だったと発表するが、被害者発メルマガ村上ブログの言い分とは大きく食い違う。同席した佐々木隆史よりアパッチプロレス軍の活動を2月22日新規バファーストリング大会をもって、 無期限停止すると発表。これに伴い、3月7日に予定していた、アパッチ新規場大会の中止を同時に決定。2008年2月19日、都藩が自身への処分として、役員報酬3ヶ月分100分の30を返納。現場責任者兼統括部長の職を2008年2月19日を持って解任することを公式リリースするも役員には、残留。この処分はあくまでも、 メールマガジン運営の管理責任を取ったという形の処分であり隠蔽工作への責任、謝罪などには一切触れていない。これとは別に、自らの申し出により、中継番組、大日大戦の実況を2月26日放送分より交番2008年2月20日、金村、黒田明子選手の同席にて、謝罪会見。選手としての活動を無期限自粛。 出場予定していた他団体への出場も全て辞退したことを発表。2008年2月21日、村上がブログ上で先日、BJW が発表した今回の事件の経緯についての矛盾点を指摘する。2008年2月22日、アパッチプロレス軍新規バファーストリング大会終了後、金村がアパッチプロレス軍を解雇になり、 アパッチプロレス軍の運営会社の預かりとなる。2008年2月27日、弁護士同席の元と反伊藤、村上の話し合いが行われ、ブログに掲載いたしたに内容に事実と異なった内容、思い違いで書いてしまった内容があり、混乱を招いたとして、村上のブログにて、お詫びが掲載された。2008年3月2日、カツラスタジオ大会開始前、 小地シニア社長、都飯が、リング上で謝罪するとともに、都飯の公認の現場責任者権統括部長として、志賀悟るの就任を発表。ただし、選手活動を優先させたいという WX の意向により、当面は代行という形を取る。2008年3月11日、金村より、2008年3月2日に、被害者女性と金村の代理人、笹原祐一。 村上の三者で話し合いが行われ、被害者女性と金村との和解が成立したことを報告する会見が行われた。和解の条件として以下のことなどが記された、示談書が作成された。2008年3月18日、村上がブログ上にて自身と被害者女性の近況を報告。被害者女性と金村の和解については圧力的なものはないこと。 被害者女性がある人物への怒りは消えてないものの、新しい職場で働き始めていること。BJW から被害者女性をケアする、電話一本すら来ていないが、被害者女性自身が二度と第二本プロレスとは関わりたくもないと言っている以上仕方ないということ。BJW のリングアナウンサーの新度有事と、 新人レスラーの石川慎也へのエールなどが書かれていたが次の日にその記事は削除された。2008年3月27日、メビウス新宿フェイス大会にて金村が復帰。2008年4月、大似た厚市とロックアップでタッグ対戦が決定する。6月16日、金村、黒田、田中でインディペンデントハードコアブラザーズを結成。 このチームを中心としたプロレス団体、XWF の旗上げを発表した。しかし、XWF は2009年5月の第2大工業を最後に活動停止となる。2010年頃は01を中心とした活動をしていた。10月、アパッチプロレス軍復活を発表。第2次アパッチでは負傷欠場が多いが、団体の層の薄さのため長期欠場が許されず、 感知せぬまま復帰しており、他団体参戦はあまり多くはない。2014年6月18日、後楽園ホールで冬木行動13回決め盛りある金村金太郎25周年大会を開催。オープニングマッチ前に矢口さないがフットルースを歌唱した。11月3日熊本にて大似た厚志とタッグを組み、有志鉄線電流デスマッチを行う。 2015年11月15日、橋本智彦とのウーヘビー級選手権試合で敗北後来年中での引退を表明。2016年12月27日、後楽園ホールで開催された金村金太郎引退工業で現役を引退した。以降、足の怪我が悪化し、歩行では片づえをついている。また親友である日野博のジムでリハビリも行っている。 巨体が生み出すパワーが武きで、試合運びは巧みでどのような形式の試合にも対応できる。特に、ハードコアマッチの経験は豊富で、場外乱闘や椅子、机を使用した攻撃も得意とする。ありがとうございます。